行きます。作戦を続行する。支援を要請。随分と危ない階段。これも侵入者を遠ざける効果はありそうだけど、やっぱり傾斜はつくづく謎だらけだわ。あら、あれって前に襲ってきた怪物。追いかけるの？あの怪物、まるで私たちを呼んでいるような。怪物はいないようね。今はあのかかしを片付けましょうか。聞こえてくる兵士たちの噂話。王国がまた開戦を宣言したらしい。少年は男の目を見据え、自らの気持ちを言葉にする。父王に怯え、言いなりとなって戦争に加担してしまった後悔を。戦争から民を守るために父王を止めたいのだと、強い意志が少年の瞳に灯っていた。男が扉を破壊すると、少年も後に続く。ターゲットを視認しました。追いかけましょう。神々しいまでの光を背に、王国の君主が二人を睨んだ。少年は王と対峙し、堂々たる声で説得を試みる。第一王子の名のもとに終戦を進言する。王に立ち向かう姿はまるで歌に出てきた勇者のようだ。王は下びた笑みを浮かべながら機械兵に命を下す。男の体が硬直する。支配者である王に逆らえない、そうプログラムされていた。男は震えながら銃を構える。銃を向けられた少年の瞳はまっすぐに男に向けられた。男は命令に抗えず、引き金を引く指に力が入る。追い詰められた男は自身の運動神経回路を遮断した。指が引き金からほどけ、少年の前でひざまずく。彼を守るため、男は初めて己の意志で王の命令に背いた。王は獣のような叫び声を上げると、二人の反逆者の前で立ち上がる。俺を止められると思っているのか。行きます。おのれ。射撃。王の怒号で機械兵が集結する。反逆者を八つ咲きにせよと。男は少年の手を取り、王城から逃げ出そうとする。それは男が初めて持った自らの意志だった。戦争の記憶。あの子が国を追われたのはそういうわけだったのね。父王は支配を望み、王子は調和を願った。国の未来を考えているのは同じなのに、どうしてこうなってしまうのかしら。